はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのクリスマススペシャルガチャを引いていきたいと思います。まあ予想通りね、サンタホムラちゃんがデビューキャラとして登場しておりまして、あとはサンタ立川が、復刻で、この2キャラがバナーキャラとなっております。で、50連目になりますと、バナーキャラから PSR1 枚確定となってるんですけれども、まあ50連まで今回引いていきます。まあ、ただサンタホムラちゃんっていうのが実質円卓専用のね、キャラクターになってて、まあ、この後円卓以降出てくる高校で使えるかって言われるとそこまで別に必須のキャラではないんで、まあ、今はね円卓高校が一番新しい高校になってるので、まあ、サンタホムラちゃんの活躍の場も、あるとは思うんですけれども、ちょっとね今後のことを考えるとやっぱ限りがもうすでに見えてるので、PSR の方はサンタ立川の方が欲しいですね。まあ、サンタホムラちゃんはね、レベル50で、タックのパーセンテージが 10% 増える形なので、まあ、50の恩恵としてはやっぱサンタ立川の方がでかいかなと思います。まあ、かといってサンタ立川の PSR 手に入れたところで、全然ね立川シリーズを持ってないんで、多分そんなに解放できないっていうか1も解放できるかどうかっていう感じにはなっちゃうんですけれども、まあせっかくなんでね、50連目のバナー PSR のところまで引いていきたいと思います。ではまた単ガチャからいきましょう。これは1回目バナーから R 以上、普通な。最近そういえばね確定枠しか出てないからね。でもクリスマスもね50連でしょ、その確定枠を引こうとするときついよね。だから50連50連50連で今来てるわけじゃないですか。であとお正月と、お正月はねちょっと本当にどういうのが来るかは分かんないです。どういうのが来るのか分かんないんだけど、まあ例えば無課金とかでねやってる人はいろいろ悩むと思いますけれども、まあサンタホムラちゃんが今後もすげえ使えるキャラとして生きてくるかって言われるとそうではないので、まあ、もしかしたらちょっとお正月に回してもいいかもしれないですね。まあそこはちょっと本当に自分はこう思ってますというだけなのであれですけど、じゃあ10連目に行きましょう。ここは、PR 以上1枚確定でバナーが SR の出現率が2倍と、まあ、SR の出現率が2倍って書かれててもさ、結局はさ出るか出ないかだからさ、出ないと悲しいんだよね。もうこれ出ないし、ほら、サンタホムラちゃん、まあ仮にサンタホムラちゃん PSR だった場合どうしようかね。その普通のホムラちゃんとバレホムラちゃんをまあ突っ込んでいくかどうか、まあ、サンタ立川の R が3枚入ってるな。で、20連目に行きます。ここは SR1 枚確定になってますと、まあ、サンタホムラちゃんはね金徳が代打の神様になってるんで、まあ、能見さんとね合わせて使えるっていうところがまあいいところですね。大越くんか、あれ大越くん今どんな感じだったっけ。まあ、悪くないキャラではありますけれども揃ってれば使わないっていうキャラですね。全然自分も使ってないんで。では、30連目ここはバナー SR が確定してますと。ていうかさ、ここ何回確定枠しか出てない。この前の50連って確定枠以外なんかあったっけ。ここも何も入ってねえし。サンタ立川、よしよしよし。まあサンタ立川はね、割と使ったりするんでレベルが上がってくれるのは嬉しいですねと。桜の宮とかまだいたんだ。もう誰が排出停止キャラだとかってもうよくわかんないんだけど、まあ蛇島とかはねさすがにもういないのは分かってますけど、チケットから出てくるけどね。ちょっとなんかそういう一覧表みたいなのが欲しいな。まあ、その誰が出ますよっていうのを見てばいいんだけど、また1枚かよっていう。まあサンタホムラちゃん手に入れることはできましたと。サンタホムラちゃん正直 SR が1枚あればいいんだよね俺的には。35で全然使っていっていいキャラだと思うんで。
では50連目の、バナ PSR ですね、いきましょう。もうま確定枠だからね、もうあんまりこういうおお虹だとかっていうのにはならない。結局1枚か。え、ここマジ 何回サンタ大村ちゃん、ここ何回確定枠しか出てない。で今回の50連も全部確定だけでしょ。で前回の円卓も相当そうだよね。いやー最近なんか全然出ないね。確率だからね、しょうがないんだけど、という感じで、PSR はサンタホムラちゃんだったので、まあどうしようかな。ちょっとデッキを眺めつつ、デッキっていうか、あ、何デッキでいいのか、デッキボックスか、ボックスを眺めつつどう解放していくかちょっと裏方で考えます。まあそんなわけでね、今回はこれで終了したいと思います。ちょっと次のねお正月こそなんか確定枠以外で SR が出てほしい。いやーだからまあ確定枠があるからさ、これいいかもしんないけどさ、その確定枠が終わった後のさ、なんていうの、その50連目とか60連目とかに入ると、まあ出現率は2倍にはなってるけどさ、100連やっても1個しか出ないとかそういう世界でしょ。なんか厳しいね。だからその確定枠以外はねちょっと怖いんだよね。だから俺基本的にその確定枠以外って全然やらないじゃないです か。やっぱりここら辺がねちょっと怖いところでね、あの引きづらいっていうところはありますので、まあ皆さんね引いてる人はすごいと思います。だから本当に本当に尊敬しますというところで、じゃあ終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。